そして8番の佐渡原亮、11番アーロン・ヘンリー、そして15番の川島隼人、22番のさらには田中大輝がロッターから外れている中頑張りました。28番木田一馬、さらには大楽しみな一戦ですね、いろんな意味で、はい、黄色のタオル、そしてブルーのパネルが揺れていました。この有明コロシアムです。あーっと、ここでスティールです。アロヘンリーそのままダンクに行きました。しっかりと得点を奪っていきました。クレモンスリーポイントもあります。パワーありますよ、インサイドショットポイント、かなりこう身長差ありますもんね。そうなんですよね、クレモンステップバックからスリーポイント、決めてきました。ホーキンソンエリアの中入ってきました。フェードウェイ決めてきました。クレモン今日は連続でスリーポイント決めていきましたが、このロングその辺ね、少しスイッチしてね、早めに対応するとかっていうのも。前節はファストブレイクで15ポイントを上げていきました FE 名古屋。中入ってくるクレモンズ、エンドワン、ファイトオーバーで抜けた時にどうしてもズレが出てくるんで、エヴァンスルー展開する、ここはブロックに行きましたが、あ、これも得点につながらない。いや激しいですね、ミスマッチ、インサイド前にいました。クレモンズミスマッチですよ、ここさあホーキンソン決めていきます。決めてきました。ここはしっかり時間使っていこうというところですね。はい、あとね、ちょっとね、長距離だと、そんなにシュートを打つようなチームじゃないので、ここ持っていきました。ただここは最後長マラさんとやり返しましたね。やり返しました、はい、ライアン・ケリー、ここはおっとボールを奪い返しました FE 名古屋。アウトナンバーで最後ダンク、アロン・ヘンリー守りきれるか FE 名古屋、得点することができるか渋谷。クレモンズたくさんと決めてきた。いや決めきりました、ジェレミー・ジョーンズ、ペインテリアの中打たない佐野原、佐野原のバックショットリバウンド、川島決めてきました。残り時間が10秒を切っていきました。最後はしっかりとボールをキープしながら時間の経過を待っていくということになりました。ここで試合終了のブザーを迎えました。